こんにちは。今日はトマトの脇芽からトマトの苗を作っていこうと思います。使う土はそこら辺にある畑の土を使用しています。本当はまあお店で買った培養土とかを使用した方がいいとは思うんですが、ただで作れるということで、そこら辺の畑の土を使用しています。これで苗ができればいいかなっていう感じで使っています。どうしてもお店で買うとお金かかっちゃうんで、ちょっともったいないなと思っています。それに結構重いんで、買ってきて持ってくるのもちょっとめんどくさいなと思います。で、畑の土を使ったらちょっと水はけとかがそんなに良くないんで腐りやすいとは思うんですけど、何個かに1個、何個かに1個というより、半分ぐらいできればいいかなっていう感じでやってます。なんでたくさん作ってますね。で、作り方なんですけど、適当に8分目9分目ぐらいまで土を入れてあげて、トマトの脇芽をそこからブスッと刺す感じですね。で、トントンとやって地面、培養土をこう鳴らさせてあげて固定する感じですね、脇芽を。で、結構この土も湿ってるのでそんなに水はあげなくていいんですけど、最初だけちょっと多めに水をあげます。あまりたくさん水をあげてしまうと腐りやすくなってしまうので、トマトの葉っぱを濡らす程度に水をあげていきましょう。で、トマトからの水の蒸散を防ぐために、余分な葉っぱをカットしてあげます。成長点は切らないようにしてください。見た感じ大きくて水の蒸発がたくさんあると思われるような葉っぱを切れば大体いいと思います。ただ葉っぱを切りすぎてしまうと成長する速度も、それに比例して遅くなってしまうので、できる限り切らずに行きたいんですけど、切らないと水が葉っぱから蒸散してしまい、しおれが早くなってしまい、活着が遅くなって枯れてしまうこともあるので、大体安全を取るんだったらちょっと多めに切っておくという風にした方がいいと思います。で、使用する脇芽もある程度の大きさじゃないと軸が細くて、しおれやすかったり風で倒れやすかったりするんで、ある程度大きくした脇芽を使用してください。大きすぎるとその分水も使用するんで、あまりそんなにでかいのはよした方がいいです。このぐらいがちょうどいいんじゃないでしょうか。で、今日は脇芽がたくさん大きさが取れたので、何個だ ?2、4、6、8本ぐらい作りました。これが全部苗になってくれればいいんですけど、どうでしょうか。あと加熱用トマトの脇芽も取ってきました。さっきやってたのは大玉トマトですね。で、加熱用トマトの苗、脇芽の方がちょっと大きめだったので、あまり軸が長いと、それで風に弱くなってしまうので、ある程度の長さのところでカットしてあげた方がいいです。こんな感じ、カットですね。で、葉っぱも苗が大きいので、それなりに出てるので、切ってあげましょう。で、加熱用トマトは本当にこれから植える予定の畝が一畝あるので、15個今回取ってきた15個だけではまだまだ足りないので、どんどん作っていきます。
もう今からトマトを種で育てると本当にここ寒いところなので、まあ、玉が赤くなるかならないか結構ギリギリになっちゃうので、脇芽から苗を作ることをおすすめします。脇芽から苗を作った方がもう全然段違いに成長が早いです。まあ、活着すれば普通に育っていくんで、まあ、早いですね。で、野菜の苗っていうのは、夏野菜の苗ですねっていうのは、まあ、大体5月の連休ぐらいまでたくさん出回ってるんですけど、トマトとか秋トマトとかあるじゃないですか。秋トマトの苗とかってあんまりスーパー、ホームセンターとかには流通しないんで、まあ、自分でこうやって脇芽から作ることをおすすめします。このように脇芽から自分の畑の土を使って苗を作るのであれば、まあ、お金をかけずに苗を作ることができるので、まあ、皆さんも苗を作ってみてはいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。